後の1時間ですね。今日のクリスタル社はあなたにとってお役に立つ情報はありましたか？自分だけの経験だけでは知らないことの方が断然多い。だから合言葉はリンクしてシェアしてコラボレーション。週の始まりはクリスタル。ハートフルメンバーがお届けする素敵情報キャッチしてくださいませ。次の番組は大江戸ワイドスーパーアフタヌーン。亀戸にありますアンフィリショースタジオからの放送です。毎週映像はブログやフェイスブックに掲載しますので、そちらもお楽しみくださいね。チームクリスタルのすべての情報はクリスタルのホームページ、カタカナでクリスタルレインボークラブ .com をご覧ください。お楽しみ情報が盛りだくさんでございますね。今日もたくさんの情報がコンシェルジュさんによってね、お伝えしましたけれども、皆さんそれぞれその分野の専門家であるわけじゃない、で専門家の専門たるやり方で伝えていく方法と、その人が要するにクリスタルで言えば私なんですけど、出くわした素人が、勝手な質問をするじゃない。でもそこが本当は知らないところで、この現場でねぶつけられてあたふたしながらもそれに答えると、実は一般の人の知らないことにたどり着いて、そういうのも全部受け答えしてくれる人なんだなっていうことが伝わるじゃない。そうですね、実はそこなのよね。そうですね、誰かも言ってたよね、難しい言葉で言うのって本当はどっかに書いてあるから実は簡単で、分からない人に分かるように伝えることの方が難しい。難しいね、だからハードルは下げましょうっていうのは、一般の人に広めてみんなにしてほしければ、まずハードル下げないとね。そうですね、本当に。はい、で分かった後だったら興味も湧くわけだから、そのアンテナが立つじゃない。そうすると今まで聞こえなかったものや見えなかったものが見えてくるのでね、それから本格的なことを答えていけばちゃんと入っていくから、乱暴なんだよ、乱暴なのみんな。なんかいろいろ知識していったりね、すると偉くなってっちゃうから、偉くないっつう。そうですね、好きだからいろいろ勉強してったんでしょって、それを知らなかった時のことを忘れちゃうんだよね、なんだか。なるほどね。なんか初心者マークはつけときなさいっていうの。そうですよね、どんどん初心者マーク大きくしていけばいいんだから。この初心者すごい知ってんなみたいなね。最後はね、そこはなんか目標。新人にも言ったんだけどね、なんだっけな、ポンコツって言ったから、ポンコツのプロになればいいじゃないですか。大好きね、そういうの。だからみんな頑張るとこが間違ってると思うんだけど、そうだね、そういう人にたくさん増えてほしいなってなんか思いますよ。私たちだってワンワンマンも育てるしてるもんね。そうです、そうです、ワンワンのママだったら誰でもいいもんね。ワンワン嫌いでワンワン飼ってる人あんまりないからね、合格って感じだね。そうそうそう、ただ好きじゃダメだね、大好きじゃないとダメだね。そうです、合格惜しいブーって厳しい。ちゃんと情報キャッチとかないと、大好きですって言わないとね。そうですね、いいと思います、はい、クリスタルスタイルですから。うん、そうですよ、あさとなったら出しますよ、クリスタルスタイル。インドスクートとかピカーンみたいな、怖い怖い怖い、嫌だな、あちこちで使われて、ぶつかき扱ってる方どうぞここまで。作りますよ今なら。あ、でもね、インドできたら私も欲しい。そうですよ、そうですよ、作ってほしいね。さあ、クリスタルからの幸せな時間のお裾分け、番組への参加応援大歓迎です。メンバー一同心よりお待ちしております。クリスタルシャワー下町スピリット、合言葉はリンクしてシェアしてコラボレーション。また来週。はい、ありがとうございます。